皆さんおはようございます。地平線ニュースです。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。マコ入院、重度のうつ病落ち込んだ壊れた結婚。記事の一部を引用してお伝えします。小室圭さんとのご結婚が思ったように進まず、落ち込まれていると噂されているマコ様。紀子様は悠仁さまの受験に向けた準備などで忙しいそうで、 眞子さまのご結婚問題が滞っていることに、かなりピリピリされている宗貴子さまはこれらの問題を片付けて、国民の信頼を取り戻すことができるのでしょうか。さらに、現在行われている皇位継承に関する有識者会議の行方によっては、秋篠宮家の人々は大きく将来を左右されることになるでしょう。そのため、貴子さまの心配事は尽きない状況のようです。今回は、 天皇陛下に対して紀子さまがおっしゃったという一言が話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。その内容をお伝えしていきます。合わせて、眞子さまのご結婚問題の状況や、女性宮家の議論の内容なども書に紹介していきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を知るる。再してください。多くの国民の反対を招いてしまっている一真子さまと小室さんのご結婚。 芸能人の結婚には祝福のコメントが多数寄せられますが、眞子さまのご結婚に関連したニュースは、いくほど批判的な意見でコメント欄が埋まっている状態です。眞子さまの父であり皇族である秋篠宮さまに、結婚をするために母国民の理解を得られるような説明が必要であると促され提出された文書は、裁判で法的に勝つための英国式のものであり、日本国民の感性からかけ離れて過ぎている。 といったコメントや、借金だけの問題ではなくなっているのは明確な事実であり、母親の元婚約者から借りた400万円はもちろん返金すべきですが、母親の遺族年金不正受給をはじめその他多くの問題疑惑は未だに解決されていません。そもそも、遺産相続一の協議の場に元暴力団の男を送り込むような家と皇室が活続きになるようなことはあってはならないことであり、そのような家と縁続きになったら、 皇室の今後はないいと思いますこの記事皆さんはどう思われましたか自分の娘の結婚について責任を放棄して国民に丸投げしている。秋篠宮家がしていることが非常識すぎるんですよ。こんな情けない皇族からお世継ぎが出ることなどあってはならないことでしょう。マコはもう出家でもするほかないでしょう。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 マコさんの結婚結婚問題はすべて秋篠宮夫妻親が悪い。最初からの話を聞いてる限り親が一番悪いですよ。浅はかな娘の人生のうちで一番大事な出来事を浅く考えてのんきすぎます。真剣に、最初から真剣に、考えなさい、腹が立ちます。憲法一条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、 主権の損する日本国民の総意に基づく。二項行為は世襲のものであって、国会の決議した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。秋篠宮殿下は、これまで皇室一族として相応しくない、あるまじき言動、行動、資質を考慮して、自ら皇室を離脱する宣言をするべきです。 秋篠宮が軽々親子に関わり落ちる姿を国民は早くから止めていましたね。人としかかわってならない民族と小室本家が。もう亡くなった父と同じことが繰り返された。もっと早く精神病院に緊急入院すべきだった。宮内庁職員、政治家は極めて無能。危機管理能力がかなり不足している。秋篠宮家の批判よりも、 区内庁、政治家の責任追及して、今後、こんな事件が起こらないように、制度、法律上では対策が必要だろう。孫はうつ病ではない。あの六千万豪遊旅行で違法クリーム秩内塗布なんかして色気違いになっただけ。どこが品位品格なんでしょうか。売春母の教えでしょうか。皇室は結婚相手の人のことは、とことん調べるからね。 マコ様辛いと思いますが、小室さんのことは諦めてください。国民、皇室が認めてもらえる素敵な人ときっと出会えるから。小室さん家族信用できない。汚れに触れたためだろう。女性は真の美しさを持つために、公務などから解放してあげるのが、国民の願いです。本当に幸せなら一般市民にして差し上げるのが一番です。政府は勝手なことを言いますが、 たくましい男系三宅の方々がいらっしゃいます。それとも、何か女に関わる必要があるってことでしょうね。汚い、そりゃあ眞子さまも心の病になるわ。ここに至るまで、精神が崩壊しなかったのが驚異的です。普通の人間なら病院に措置入院か木にどうかするか。いずれにしても、こんな私に誰がしたあんたの親とじじばばだよ。年月をかけ、 解決できない皇族国民と共に歩むことができないでしよう。もう国民がこの一族を信頼できないかもれない。一族の結束ができないのに、国民を信頼に導くことが無理ですね。まして子供の教育が不十分な方が、その子供が世間から信頼できる子供として成長しますか、社会から信頼されるようにまず親が成長したら良いですね。それからですよ。それでは、参りましょう。 よく小室圭が海外の有名人で例えられるとしたら英王室のメーガン・マークルだろう。メーガン・マークルは未来の小室圭のコースをよく表している。お互いどちらも王室にダメージを与えている。メーガン・ハリーは英王室を飛び出し、王室のあることないことを暴露し続けた。さらにお互いタブロイド紙に猛攻撃を受けており、メーガンはしまいには英国を飛び出した。圭さんも日本を飛び出している。 メーガンは英国民から大反発を食らった。小室圭さんも言うまでもない。DS や外務省の天下り先である宮内庁など赤い巣窟に囲まれている点も同じであろう。メーガンはしかもオプラのインタビューで自死も考えたと言っている。最近小室佳代さんの自死願望が文春ウーマンに叩かれていたことを思い出すだろう。圭さんではなく母親ではあるが、 借金の返済をする必要がある K さんやカヨさんはメーガンコースを歩む可能性が非常に高いと言える。唯一の違いはメーガンは経済的に自立しており、なおかつ父親や妹などとの関係は崩壊している点は違うだろう。メーガンの父親や妹は逮捕歴もありかなり問題のある家庭であることがわかる。逮捕歴という点ではカヨ氏はないのでそこも相違点であろう。 遺族年金不正受給がこれだけ呼ばれており、文春で確信を突くメールが暴露されているのに一向に操作されている気配を感じない。眞子さま、今後6年結婚は先送りに。小室圭さんは、皇族のフィアンセの肩書きでキャリアアップ。1。結婚は6年間先送りも。現在も結婚延期状態が続く秋篠宮家の長女眞子さまと小室圭さん。これまで、 お二人の結婚に関して、年内もしくは早ければ10月に正式に結婚となるのではないかと報じられてきたが、近頃では、相当雲行きが怪しくなっているという。小室圭さんは、5月にベイフォーダム大学ロースクールを卒業した。今月7月にニューヨーク州司法試験がこう。割れるが、この試験はオンラインのリモート試験となるため、日本に帰国して、受験することも可能であったが、 小室圭さんは、帰国せず、アメリカで試験を受けることを選択した。週刊女性。三、小室圭さんが送った、ま子さまの写真とは。猿宮内庁職員は、次のように裏舞台を明かしてくれた。紀子さま誕生日に発表された文章は、いわば、建前であって、本音ではありません。いろいろと難しい事情があるのです。というのも、 小室家から時々秋篠宮家に手紙が届きます直接、両殿下にお見せする前に、我々職員が中身をチェックすることになっています。紀子様の誕生日に合わせて、8月下旬に小室圭さんから一通の手紙が届きました。しかも、その内容は、破談にするなら解決金が先に支払われないと、暴露本が出版されるだろうと匂わせ、 眞子さまの驚くべき写真が何枚か同封されていたとかこのような不穏な動きに紀子さまは戦しして今回は長女の気持ちをできる限り尊重と述べられたのだと思います宮内庁職員紀子さまを驚かせた眞子さまの写真とはどのようなものだったのかだがこれは極秘事項であるらしく秋篠宮ご夫妻と梶高春スベロギ師職対応 石井優勝小康職職宮ム館長の4名しか知らないという。元宮内庁職員の高知聖一さんは、ま子さまは、あまりに育ちがよく純粋なお嬢様です。これまでも大学で大胆に活動される写真がメディアを賑わせました。そういった写真の延長線上にあるものでしょうと推測するが、しかし、私はそうではないと思います。 マコさんは小室圭と大学卒業記念に一ヶ月もの間六千万かけて欧州旅行をしているのですよ。旅行中の二人の親密な写真ですかこれは小室圭の決定的な打撃ですか秋篠宮家は、よほどの弱みを小室親子に握られてるんだろうね。とりあえず基本に戻りますよう、マコは小室家に嫁に行きなさい、二度と皇族には戻れない。 秋篠宮夫妻もさっさと離婚して紀子も川島に戻りなる人さんは天皇預かりで、秋篠宮いらない。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。小室母になんで警備なんかしてるの、小室は皇室を脅し利益を得てる。 小室がマコのどんな写真を持ってるのか知らないが、マコの裸なんか誰も見たくないだろうし、二人の肘を小室は取ってるんでしょうね。そんなくだらない卑怯なら男に熱をあげてるマコさんには、これ以上小室のために税金を使わせるわけにはいかない。マコのどんな秘密の写真でも国民は驚かないはむしろ公表してもらって、破談にした方が良い。どんな内容の手紙かは想像がつきます。マコ様本人にそれを見せたらいいのでは、 写真があればなおさらですよ、いかに卑怯で汚い奴か頭に叩き込ませないともが冷めないでしょう。確実に世間にばらされては、皇室側がかなりやばい写真なのだと思います。即刻バックアップを含め排除すべきですし、ある一家はその写真を抹消する義務があると思います。そして直ちに無賃での破断をお願いします。 小室くんのそのような脅しに近い行動に警察は動けないのか。早く蹴りをつけた方が良い。無駄金が流れるだけ。魂胆が金である異常ビタ一文出さない方向で解決すべし。それでなくてもま子さまの金が小室くんに流れているだろう。秋篠宮は独身の頃からのり子の目を盗んで悪友に助けてもらい女遊びをしていたそうな。皇室の品格なし、 ゆえに子育て失敗も仕方ない。さっさとマコを放り出せ。小室の警備とか無駄な税金使うの止めろ。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。 小室佳代さんに新たな重大疑惑現在、文春などの週刊誌メディアを中心に遺族年金不正受給疑惑が取り沙汰され話題となっている小室佳代さんだが、近頃、新たな疑惑がネットメディアを中心に大変な話題となっている。なんと、小室佳代さんの弟が、山口組系暴力団組織の幹部なのではないか、という疑惑が浮上しているのだ。を中心に遺族年金。 これまで小室佳代さんの弟の存在に関しては、謎とされていたが、それでも以前から、佳代さんの弟が反社勢力ではないか、という噂は一部で立てられていたようだ。ツイッター上でも、小室佳代さんの弟の話がほとんどマスコミで話題とならないことに関して、不審に思う書き込みが多数見られる。ついでに佳代の弟、K の叔父、についても取材してほしいわ。K の数少ない身内なんだからね。 将来の天皇の親族になる一家なんだから。なんで出てこないのまさかヤクザだったり刑務所にいたりしていないでしょうね。やりかねないわよ、あの人の親族だったら。してほしい。現在、話題となっているのは、六代目山口組の二次団体で神奈川県横浜市にある二代目浜尾組の幹部の一人が、小室佳代さんの弟なのではないかという噂だ。 小室佳代さんは旧姓、角田であるが、どうやら、実際に二代目浜尾組について調べると、角田という姓の幹部がいることが確認できる。ちなみに、二代目浜尾組は2015年11月10日に警視庁に家宅捜索され、同日には、二代目浜尾組系幹部が無登録で貸金業を営んだ上、詐欺で騙し取った金を受け取った疑いで逮捕されるという事件も起こしている。 ある皇室ジャーナリストは次のように語る。これまで多くの週刊誌等のメディアが、小室家の親族に関して、小室圭さんの父方の親族や、元婚約者の男性ばかりに注目してきました。小室本家は、慶さんの父利勝さんが自殺した後に、祖父と祖母まで後を追い自殺するという壮絶な運命をたどっていますし、元婚約者の男性に関しては、 小室圭さんと眞子さまの結婚が延期となった最大の原因である400万円の借金問題の当事者ですからね。こちらの問題ばかり追いかける中で、かよさんの実家である拡大家には十分な注意を払ってこなかったようです。ですが、こうして新たな疑惑が浮上したことから、今後は、かよさんの実家である拡大家に関しても徹底した調査が行われることとなるでしょう、皇室ジャーナリスト。 小室圭さんへの謎の資金援助。このような小室佳代さんの新たな疑惑が浮上したことで、さらに、別の問題も出てきている。これまで、大きな謎とされてきた小室圭さんの留学費用の資金調達についてだ。小室圭さんは、現在、ニューヨーク州の弁護士資格を獲得すべくフォーダム大学に留学中であるが、フォーダム大学の学費と、ニューヨーク州での生活費は非常に高額であり、 学費が年間600万円で、ニューヨークの滞在費用を合わせると、卒業までの3年間で約3000万円の支払いが必要になる。小室圭さんは、代理人弁護士を通じて、学費は奨学金、生活費は日本で勤務していた法律事務所から支援を受けていると説明しているが、実は、小室圭さんは留学2年目以降、1年目に獲得した特別奨学金を獲得できておらず、果たして、 二年目以降の学費をどのように苦面しているのかが大きな謎とされていたのだ。しかし、今回、小室母子と反社団体とのつながりの噂が浮上したことで、新たに、小室圭さんは山口組の系列団体から資金援助を受けているのではないか、という疑惑の目が向けられているという。先の皇室ジャーナリストは次のように語る。これまで、小室圭さんの資金調達に関しては、 秋篠宮家から支援を受けているのではないか、奥の事務所からさらに追加の資金援助を受けているのではないか、といった疑惑やさらには、闇金から氷子で借り入れているのではないか、などと様々な噂がささやかれてきました。そうした中で、現在、新たに浮上した資金調達先の候補が、加代さんの弟が幹部を務めていると噂される、山口組系列団体の二代目浜尾組なのです。 まさか、そんなことは、と、信じたくもない話ではありますが、これまで小室佳代さんが、複数の反社団体の関係者と交友うう関係を持っていたことや、小室圭さんの常識外れな言動などを考えれば、そんなことはあり得ない、ときっぱり否定するのが難しいことも事実でしょう。もし仮に、小室圭さんが山口組の系列団体に大きな借りを作っているとしたら、果たして、真子様と結婚した後に、 どのような要求をされるのか、想像するだけでも背筋が寒くなる。というのが正直な感想です。前室の皇室ジャーナリスト。調査は宮内庁の管轄外だからしないって言ってたらしいのですが、あくまでも見守りたいっていう感じのおっしゃり方でした。なので眞子さまがどうしても結婚したいと煽るならご結婚に向け動くしかないとか調査をするのは警察か検察だと思いますが、眞子さまがご就寝中で、 真子様のお心が傷つくような行動は慎まないといけないらしい。小室文書と元婚約者が提示したメールの内容で2000万もの遺族年金を詐取し続けていたことは証明されたようなものなのに、何の進展もないなんて。イライラしすぎて免疫力低下しちゃうわ。コロナが広がるのはこれのせいかもね。